どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、タウンホール5アロー型どうでしょうか。私ですね、前回の動画でそのタウンホール5でですね、もう壁は作らないとか言っちゃったんですよ。しかしね、作りたくなっちゃいました。やっぱりピーっていうね、まあこのアカウントなんてこうまったりねやっていければいいかなと思っております。早速このアロー型のリプレイ見ていくことにしましょう。はい、こちらの編成です。もうね、このアカウントからするとこの編成が脅威にしか見えないんですよね。早速見ていきましょう。まずこうジャイアントが出てきてですね、私これは別にライブリプレイとか見てなかったんですけれども、まあリプレイで見返していくと、やっぱジャイアント強えなっていうね、このレベルのジャイアントで相当やられるんですよね。そしてアロー型にしたことはしたんですけれども、タウンホールの横をジャイアントが歩いてるんですよね。これどういうことだと。これはちょっとアロー型としてあるまじき行為だなと思いまして、まあここ迫撃砲がしっかりと中心部にあるので、結構そのアーチャーもねすぐ死んでくれるのかなと思います。さあここでそのアロー型名物ですよね、今の、アーチャーのターゲットの取り方は。まあここでね、もう敵さんはもう資源取って逃げてしまうという形なんですけれども、実際にですね、こちらの防衛リプレイ見てみましょう。トロフィーを捨ててるんですよね、皆さんね。皆さん、トロフィー捨ててくるんですよ。で、こう、トロフィー。で、こことか見たいんですよね。ここのジャイアント2体、バブリアン55体とか、めっちゃ見たい。その下とかね。ジャイアント2体、バブリアン50体、これ防衛してるんですよ。これも見たかったんですけど、ちょっとまあ、惜しくもないということで。まあ、こんな感じで、やっていきますよ、という形でございます。私ですね、今の段階で攻め方としてはですね、もうアーチャー40体でゴリ押しで攻めてますね、最近は。はい、こんな感じで攻めてます。こんな感じのはですね、もう援軍でジャイアントが強すぎます。ジャイアントレベル7、もう無敵です。本当に知らないです、ジャイアントがね。そして攻撃力が半端ないんですよ、ジャイアントレベル7の。ウィザード並みにあるという。その日、村人たちは思い出した。ジャイアントに囚われていた恐怖、屈辱を。いますか、タウンホール10の。まあそのね、その相手の防衛施設のレベルが弱いので、そういう感じに感じます。非常にジャイアントが強い、これね、進撃の巨人だなと思いましたよ。まさしく巨人だという言わんばかりの攻めでございますけれども、ということでね、まあ、こんな感じでやっております。まあ前回からの進行状況としましては、まあ、タウンホールのね、もうこう施設が結構強くなってきてるよと。あ、ちょっと上げちゃおうかな。ポーン。ですね、防衛施設を中心的に上げていきたいですね。このアカウント壁どうでもいいんで、もう壁は本赤でちょっと塗り飽きたので、まあ、まだ青壁全然塗ってないですけど、まあ、この状況でやっていこうかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。